マテバシーは、ブナカの常緑鉱木である。植物分類上は、マテバシーは、マテバシー属に属し、シーの木が属する、シー属とは同じ、ブナカでも別属に分類されるため、早や幹などの外見は、シーの木に似ているものの系統上は、シーの木の近縁の別属である。日本に自生する、マテバシー属の植物は、本種とシリブカガシの2種のみである。 学名の種商名のエジューラスは、英語のエディブルに相当する、ラテン語の形容詞で、食べられるという意味である。和名は、葉がマテガイに似たシーの木であるという意味がある。別名で、マテバガシ、マテガシ、マタジー、サツマジー、アオジー、トウジーとも呼ばれる。九州から、南西諸島の温暖な沿岸地に自生し、本州の房総半島の南端、紀伊半島に分布している。 マテバシーのどんぐり常緑紅葉樹。樹高は15メートルになる。幹は表面が滑らかなか青灰色で下部の枝がない樹形になる。若枝は無毛である。葉は五生し、長さ9から20センチメートルの東卵上長。大円型で前円。洋芯は厚い角質で厚く。表面が平滑で光沢がある。小緑色。裏面は火力褐色で。 細かい林毛が生えている。花期は6月頃、大花、メバナとも葉の付け根から直立して、高褐色の10センチメートル程度の水上果樹をつける。大花の果樹は、高褐色で、長さ5から8センチメートルあり、皿状の花皮から長い12本のおしべが突き出る。メバナの果樹は、緑色で、長さ5から9センチメートルあり、3つに分かれたメシべがある。果実は、で、 長さ2から3センチメートルの長大円形、翌年の秋に熟す。株は直径1.5センチメートルの湾形の角度に包まれ、その表面につく輪ペは瓦重ね状に並んでいる。樹木は街路樹、防風樹、防火樹として植栽される。材は建築材、器具材、木炭、焚き木、果実はタンニンをあまり含まないため、アク抜きを必要とせず、そのままいって食用になる。 粉状に粉砕して、クッキーの生地に混ぜて、縄文時代のクッキーとして味わうこともできる。植栽化の地は、日本では東北地方南部から沖縄の範囲とされる。マテバシーは、葉は大きく密につくため、列食すると遮音性が高まり防音効果が期待され、大気汚染にも強いことから、往来の多い道路沿い場所に最適な樹種であると言われている。植栽は、 3月下旬5月、6月下旬から7月中旬、9から10月とされる。分類学データベース専門調査委員会のために2001年に提供された4段階による区分法では日本と南西諸島はあくまでも別の区分とされている点に注意されたい。1段階目のアジア温帯、2段階目のアジア東部という区分までは共通しているものの、 三段階目で日本と南西諸島という分けられ方をしている。マテバシー植物生態研究室。ありがとうございます。